皆様、こんにちは、テクノアイです。バ a m のモデルを FBX 形式で出力できるようになると、その活用の幅は一気に広がります。例えば、Unity やアンリアルエンジンといったゲームエンジンに取り込んで、オリジナルのゲームや VR を作成することができますし、ブレンダーなどの 3D 制作ツールと組み合わせて、キャラクターアニメーションや映像作品の制作にも活用できます。 アイディア次第で様々な表現に合用できるのが魅力です。今回の動画では、バ a m からモデルデータをオブジェ形式と MTL ファイルとしてエクスポートし、さらに DazStudio から出力したテクスチャと組み合わせて、Blender でテクスチャ付きの FBX モデルとして出力するまでの一連の手順を、わかりやすく解説していきます。テクスチャの扱いやエクスポート時の注意点など、実際の作業フローに沿って解説していきますので、 ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速始めてみましょう。それでは、これから、バ a m からエクスポートし、Blender でテクスチャー付き FBX モデルを作成する一連の流れについてご説明いたします。まず、ステップ1です。バ a m からモデルをオブジェ形式と MTL 形式でエクスポートします。合わせて、必要なテクスチャー画像も準備しておきます。続いて、ステップ2では、 ブレンダーを使って先ほどエクスポートしたオブジェファイルを読み込み、モデルにテクスチャーを適用していきます。次にステップ3です。今度は d a ス s t u d i o を使って、オブジェとテクスチャーを別途エクスポートします。そして最後のステップ4では、d a ス s t u d i o から抽出したテクスチャーを、ブレンダー上のモデルに割り当てた上で、テクスチャー付きの FBX ファイルとしてエクスポートします。本日はこのような流れで作業を進めていきます。 まず最初にエクスポートしたいシーンを開きます。T ポーズである必要はありませんが、後のオートリギングの作業がしやすくなるため、今回の動画では T ポーズを使って進めていきます。ヘアスタイルや服については、エクスポートの対象外になりますので、特に気にする必要はありません。シーンが用意できたら、パーソンのコントロールフィジックスセクションを開き、一番下にあるエクスポートオブジェ MTL というボタンをクリックします。すると、バムアップデータのフォルダ直下に、4つのファイルが自動的に作成されます。生成されるのは、通常のオブジェクトとスキンドオブジェクト、それぞれに対応した MTL ファイルとオブジェの4つです。この中で実際に使用するのは、スキンドの方のオブジェと MTL ファイルの2つのみですので、残りの2つについては削除していただいて問題ありません。作成されたファイルは、 この後の作業がスムーズになるよう、あらかじめ別のフォルダにまとめておくことをお勧めします。今回は、a ム 2FBX という名前の新しいフォルダを作成し、そこへ移動させておきます。続いて、テクスチャーファイルの準備に移ります。テクスチャーは、バ m アップデーターフォルダの中のカスタム、アトム、パーソン、テクスチャーズ、そしてフィーメールベースとたどっていくと見つかります。中を開くと、 かなりの数のファイルが入っていて圧倒されるかもしれませんが、ここで必要なのは、ファイル名の末尾に D が付いているものだけです。実際には4つしかありませんので、ご安心ください。これらのファイルを選んで、先ほど作成した作業用のフォルダにコピーしておきましょう。以上で、準備作業はすべて完了です。なお、アイリスとスクレラ、それからアイラッシュ、 つまり瞳と白目、そしてまつ毛の部分については、ベッド専用のテクスチャファイルが必要になります。私が調べた限りでは、これらのテクスチャファイルはバムの中には見つかりませんでした。ただし、マテリアルのテクスチャタブを開くと、テンプレートを出力するというボタンがあります。これをクリックすると、カスタムフォルダの中のアトム、パーソン、テクスチャーズの直下に、テンプレートファイルが自動で作成されます。 このテンプレートをもとに自分でテクスチャを作成することも可能です。今回の番組では後ほどご説明しますが、d a z タジオからテクスチャを持ってきて使用してみたいと思います。それでは次に、Blender を起動します。起動すると、画面中央に四角いキューブが表示されますが、これは使わないので削除してしまいましょう。続いて、ファイルメニューからインポートを選び、 先ほどバムからエクスポートしたオブジェファイルを指定して読み込みます。インポートしたモデルは見やすい向きに回転させたり位置を調整しておきます。この時点ではモデルは何も割り当てられていない状態で体のパーツもすべて一つにまとまったオブジェクトになっています。テクスチャを貼るためにはこれをマテリアルごとに分割する必要があります。現在はオブジェクトモードになっているのでまずタブキーを押して編集モードに切り替えます。 次に、A キを押してモデル全体を選択し、メッシュメニューからセパレート、by マテリアルを選択します。すると、モデルがマテリアル単位で分割され、それぞれのパーツが個別に扱えるようになります。全部で28個に分かれます。 画面の表示がこのようになっていない場合はレンダービューやマテリアルビュースリットビューなど上部の表示切り替えボタンを使って適した表示モードに変更してくださいここではスリットビューで作業を進めています続いてテクスチャを割り当てていきますがその前にもう一度タブキーを押してオブジェクトモードに戻します それでは、先ほど準備したテクスチャファイルを使って、順番に各パーツへ割り当てていきます。画面右下にある赤い丸いボタンをクリックして、サーフェイス設定を表示します。割り当てるのはベースカラーに対してです。対象となるのは、ベースカラーにフェイス D、トルソー D、ミンビース D、そしてジェニタル D と書かれているマテリアルです。ベースカラーの左側にあるダイナリ記号をクリックすると、 フォルダのアイコンが表示されますので、そこから該当するテクスチャファイルを割り当てていきます。なお、ここで表示される中に、先ほど用意した4つ以外のファイル名が出てくる場合がありますが、それらは無視して構いません。テクスチャが正しく割り当てられているか確認しづらいので、表示をマテリアルビューに切り替えます。画面右上の表示切り替えボタンの中から、右から2番目のマテリアルビューを選びましょう。 このモードにするとまだテクスチャが設定されていない部分はピンク色で表示されすでにテクスチャが反映されている部分は実際の画像が表示されるようになりますこれでどこにテクスチャが割り当てられているのかが一目でわかるようになりますあとは上から順番に各パーツを確認しながら先ほど用意した4つのテクスチャをそれぞれ該当するベースカラーに割り当てていきますフェイス D トルソー D ニンビース D そしてジェニタル D の4つですね。それ以外のテクスチャを指定しているベースカラーについては今回は使用しませんので無視して構いませんなおナンバー11のコルネアつまり角膜については不要なので削除します残しておくと瞳が白っぽくなります この作業を繰り返していくと最終的には瞳と白目とまつげつまりアイリスとスクレラアイラッシュ以外の部分にはすべてテクスチャが割り当てられた状態になります次に DazStudio を起動しますウェルカム画面が表示されますが今回は使用しないので OK をクリックして閉じます フィギュアをクリックしてジェネシス2を選択します。ジェネシス2を利用するためには、あらかじめダズインストールマネージャーでジェネシスフィーメールスターターエッセンシャルズをインストールしておく必要があります。ジェネシス2を選択したら、もう一度フィギュアをクリックしてジェネシスベースフィーメールを選択します。 画面上にフィギュアが表示されますが今回はテクスチャをお借りするだけなので何もしませんファイルメニューからエクスポートをクリックしファイルの種類をオブジェにし適当な名前をつけて保存ボタンをクリックしますするとオプション画面が表示されます画面下のもうボタンをクリックしてオプションの詳細を表示させますこの中で特に重要なのは ライトサーフェースのマップスをコレクトにすることです。初期設定ではノン、詰まりなしになっています。これをコレクトに変更することで、テクスチャを使用できるようになります。さらに、その下のライトマテリアルライブラリにもチェックをつけます。アクセプトボタンをクリックすれば d a の作業は終了です。エクスポートしたフォルダの中に、 MTL とオブジェファイルが作成されていますさらに MAPS というフォルダが作成されており中にはテクスチャが書き出されています今回はこの中の ISM とラッシュ図チの画像を使用しますブレンダーに戻り先ほど飛ばしたパーツに MAPS の中の ISM とラッシュ図チを割り当てます 具体的にはベースカラーにアイズエムと記載されているパーツにマップスの中のアイズエムのテクスチャを割り当てます正確に言うと瞳と白目以外に類線とかもありますので上から順番に確認して割り当てますナンバー11のコルネアつまり角膜については不要なので削除します残しておくと瞳が白っぽくなります ナンバー25のアイラッシュについてはベースカラーに色が指定されていますので色の左にある丸いアイコンをクリックしてイメージテクスチャを選択しますそしてマップスのフォルダからラッシュ図位置の画像を選択しますここでお気づきになられた方もいらっしゃるかと思いますがアイラッシュが透過されていません これはラッシュズイ1の画像がアルファチャンネルをサポートできない j p a g で出力されているためであり、透過するためにはアルファ付きの PNG 画像などに変換する必要があります。そのため、今回はフォトピアというフリーオンラインフォトエディターでアルファ付けの PNG 画像に変換しました。フォトピアでアイラッシュの j p a g 画像を開き、選択メニューから色域指定を選択します。 初期で黒色が設定されていましたので黒い部分が選択されて白く表示されています。曖昧さは調整できますが、よくわからないので今回は10にしてみました。OK をクリックすると、画像の黒い部分が選択されていますので、Delete キーで削除します。これで透過されたのですが、まつげが白色なので選択範囲を反転して、色調補正で色を反転してみました。 透過画像ができましたのでファイルメニューから別名で保存を選択し PNG 形式で保存しました再びブレンダーに戻り先ほど作成した PNG 画像を使ってアイラッシュのテクスチャを差し替えますさらに α の横の丸いアイコンをクリックしてイメージテクスチャを選択し 同じ PNG 画像を選択しますなぜか下のまつげに白いところが残っていますもしかすると設定や手順のどこかに誤りがあるのかもしれませんもし正しいやり方をご存知の方がいらっしゃいましたら是非コメントで教えていただけると嬉しいですとりあえずブレンダーでの作業が終わりましたので 適当な名前を付けて FBX 形式でエクスポートしますエクスポートする時パスモードをオートからコピーに変更することを強くお勧めします変更することで別途 FBM フォルダが作成され使用されたテクスチャがその中に作成されます出来上がった FBX ファイルが表示できるか Windows の 3D ビューワーで確認しました瞳の色がめっちゃ薄くて不安ですが 全体的に薄いので 3D ビューアーの問題かもしれませんとりあえず表示できましたので良かったですいかがだったでしょうか今回の動画では Blender とダズスタジオそれぞれの最新版を使用していますどちらも無料でダウンロードしてご利用いただけますのでまだお持ちでない方はこの機会にぜひ一度試してみてくださいそして 前回ご紹介したメッシュ AI のが造成性モデルを使用したウェディングをテーマにしたオリジナルのエンディングソングを制作しました。ウェディングドレスがとても素敵です。この後流れますので、ぜひ最後までご覧ください。当チャンネルでは、3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報を発信しています。今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また、 私のサブチャンネルの、やってみるのチャンネルでも動画を公開中です。3DCG や音楽好きの皆様に特におすすめの内容となっています。動画下の概要欄にリンクを掲載していますので、ぜひ遊びにいらしてください。それでは皆様、ごきげんよう。 小さな手を握りしめて守ってくれた背のぬくもりいつもそばで微笑んで歩む道を照らしてくれた遠い日の記憶が ず 「すすっと